フィノラボリサーチがお届けするフィンテックトピックスをいつもご覧いただきありがとうございます今回は EC をめぐる新しいファイナンスというタイトルでお届けしますエンベッデッドファイナンスという言葉が注目されるようになっていますけれどもその中の有力な利用領域と ということで EC が注目されていますけども具体的なサービスもいろいろ出てきているのでそういったものをご紹介したいいと思います今回は EC=e コマースの話というふうになりますけども e コマースが発展してきているというところから話が始まります。 まず、まあえー、EC、電子商取引ということですけども、ネット上で物やサービスを売買するということを、全般を指すことになります、まあ。デジタル決済が EC の拡大に伴って、必要不可欠になるということで、まあ、フィンテックということを言うときに、このデジタル決済が非常に重要な分野、 になってきています。特にキャッシュレス推進ということで、政府も旗を振っているということで、EC の利用拡大とともにデジタル決済が拡充してきたと。そして担い手となるフィンテック企業の競争というのも激しくなってきています。EC の拡大とともに、決済が 広がっていることに加えて、ファイナンスのニーズというのも多様化しています。えー、さらに、エンベッデッドファイナンス、組み込み型金融の活用領域ということで、この EC が注目されるようになってきています。えー、経済産業省によって、えー、発表されている電子取引に関する市場調査の報告書においては、 2022年の段階で、えー、物販系の B2C の EC 化率というのは9.13%に達しているということでこれが意味するのは、えー、日本の国の中で、えー、売買されてる、まあ、いわゆる物販の約1割は、えー、インターネット の上で取引が行われているということでまあこの EC 価率というのが年々高まってきているということになりますまた EC の領域も広がってきています先ほど申し上げた物販のみならずサービスそれからデジタル分野デジタルコンテンツですねこういったところにも EC の市場が 広がってきているということで、全体の市場規模も着実に拡大してきています。えー、矢野経済研究所の発表によりますと、えー、市場が広がってきたということに加えて、えー、対象領域、まあ、公金であったりとか、B2B、オムニチャンネル、オフラインの決済、まあ、こういったものも入ってきたということで、2027年には49兆円 を超えるる規模にになるというふうふ予想されていま,すまた大企業中小企業のそれぞれの EC への関心というのを調査した2020年少し前ですけども JETRO の調査によれば比較的規模の小さいところの方が EC の利用意向が強い。今 e c を利用しているというところ、そして今後 e c 利用をしたいというところ、まあそれぞれについて中小企業の方が移行が強いというような結果が出ています。まあこれがこの過去数年間でさらに裾野が広がるということにつながってきたのではないかなというふうに考えられます。えじゃあ e c において。 え、ファイナンスというのがどういう部分で、え、行われているのか。それがどういうふうに組み込まれていくのかというところですけれども、まず販売サイドで考えると、え、販売社員にとってその仕入れを行う。販売を行うためには、え、何がしかの仕入れを行って製造をやったりするということで、ま、そこに必要となる資金を特定して、 えー、資金提供を行うということで、えー、規模の小さい事業者も、えー、運転資金が足りなくても、ここで資金調達ができれば、えー、売上を拡大させていくことができるというふうになります。えー、もう一つは、えー、特にその、仕入れというふうに限定しないでも、えー、運転資金として、えー 販売受注実績をもとに、その、返済能力を評価して、資金提供するというような仕組みが、え、出てきています。特に EC サイトを運営している側から、そうした情報を使って、資金提供を行うというようなことが可能になっているという面があります。え、また、 えー、購入者の側に注目してみると、えー、購入する時特にそのインターネットで購入する、えー、プロセスの中でチェックアウトというのが、えー、決済を行う段階になりますけどもそこで、えー、こんなファイナンス手段がありますよ、えー、今手元にお金がなくても、えー、貸すことができますもしくは分割払いができます。 といったようなさまざまなファイナンス手段を提供するというようなことが行われています。もう一つはその購入者に対して EC サイトが独自のクレジットカードを発行する。まあそれに伴ってポイントをつけたり割引を行ったりというインセンティブを提供するということでファイナンスとともに 自社サイトに誘導するような仕組みというのも一般的に行われるようになってきています。まあこういうさまざまなファイナンス手段が E.C. のプロセスの中に組み込まれて利用する側はあまり新しいものをその取り込むというよりは順々に手順を踏んでいくといつの間にかものを買う プロセスの中でこのファイナンスを利用するというふうな状況が生まれています。ここからいくつか説明していく前に、エンベッデッドファイナンスというのがこの組み込み型金融ということで言われるようになってきたということも付け加えておきたいと思います。まあ、いろんな分野にこの埋め込み型金融、組み込み型金融が え、利用されるようになってますけども、今回の例で言うと、小売ということになります。え、電子商取引、インターネット上での小売のプロセスの中に、支払いであったり、レンディングといったようなプロセスを取り込むということ。まあ、これが、え、エンベッド,ドファイナンス、組み込み型金融というふうになります。え、ここからいくつか例を挙げていきたいと思います。 えー、ビズグロースというのはフィナーテックスと傘下のスマート、えー、プラスクレジットが、えー、提供している、えー、仕入れや製造委託にかかるコストを、えー、分割払いできるようなサービスです、えー、手元に余剰資金がないもしくは手元の余剰資金を確保しながら、えー お金を借りているのと同じような効果を得ることができるというふうになります。特にこの EC の分野においては EC フォースというのを提供しているスーパースタジオと組んで商品の CLA や製造委託に関する支払いを分割できるということを組み込むというようなことを実験して 導入すするようになっていますもう一つが、えー、購入者向けにファイナンスを提供するということで、アコムが2024年5月に提供を開始したマネーのランプというサービスがあります。まあ、これは、えー、既存の事業会社でさまざまな金融機能を 導入したいという時にこのファイナンスの機能レンディングの機能について、えー、すぐに導入できますよという、えー、組み込み型金融サービスというふうになります。えー、まあ短い場合には2ヶ月ぐらいで、えー、こうしたレンディングの機能が導入できるということで特にショッピングサイトや、えー、アプリ内での商品購入ということで、えー 提供が始まっています EC サイトなどもこうしたサービスを組み込むことで比較的短期間に借り入れをできるようにその購入者向けにサービスが提供できるというふうになります一般的な借り入れだけではなくていわゆるバイナーペイレーターと呼ばれるような まあ分割であったり後払いにするような仕組みも提供できるということになっていますこれは海外の事例ですけども香港に本社を置いて中国本土やフィリピンに展開しているカヤモというサービスがありますこれはラザーダとかショッピーとか東南アジアで非常に シェアの高い EC モールで採用されていますけども特に売上が拡大して資金ニーズがあるような中小企業中小の EC 事業者に資金提供を行うということで従来だったとだとすると審査の中で BS や PL を必要としていたようなものが 売上の推移とか受注状況といった動的なデータを使って非常にクイックに審査をするということで利用者が拡大しています。またこれも海外の事例になりますけどもこれは購入者向けにファイナンスを提供しますけども購入者といってもどちらかというとこれは企業向け になります。え、企業が、ま、設備の購入をするときに、従来の設備リースとか、設備ローンといったものは非常に、え、審査の手間もかかるし、え、処理のプロセスが複雑だったというのに対して、え、簡単に、え、この、え、QuickFi という会社は、 審査ができるような仕組み、そしてファイナンスを提供できるような仕組みを用意していて、商業用の設備を売っているような人たちがサイトの中に簡単に組み込めるようになったりしています。このように見てきましたけれども、デジタル化の進展とともに EC の規模というのは拡大していると。 そして中小の事業者も含めて参加者のそのが広がっている。そしてオンラインの決済が拡大することに加えて EC のファイナンスのニーズも多様化している。そしてそうしたニーズに合わせて新しいサービスが出てきているようになっている。特に EC の販売 購入双方に対するファイナンスを組み込むことができるようなエンベッデッドファイナンスというのが出現していて、まあ、リテール事業者でも簡単に導入できるようになっていますフィノラボリサーチではこのようにフィンテックトピックスということで フィンテック関連の新しいテーマを選んで解説ビデオを作成しています。YouTube のフィノラボチャンネルにご登録いただいてご覧いただくようお願いします。